叫んだ。美月には意志がある。そんな計画に協力するわけにはいかねえってばさ。やむを得まい。ちょうど迎えも来たようじゃ。で、早急にお戻りください。こいつは拘束していいんすね。ドトン、ドリュー壁。ちょこまかうっぜえな。しかし、てめえから仕掛けてくるとはよ。こんなところで負けるわけにはいかねえ。あんた暇ならさ、ボルトと地下台探してきなさいよ。これだけ待っても帰ってこないということは。どうする？二人とも街の中に逃げ込んでるのかも。やだ、死んじゃったの？それはまずいだにね。さあ、おら！心臓バクバクいってんだろ。てめえが俺に味合わせてくれよ。じいさんも見てねえことだし。まさか。所長、私たちはあそこに向かうよ。ラジャー！戦っておるのか？やったのか。この感じの心臓バクバクってやつなのか。よし、じゃあなよな。援軍ってやつか。そう来なくっちゃ。ついてこい。また捕まったりすればそれこそ命の保証はないぞ。おやじ、待てしかない。桂馬の高飛び、負の餌食か。すでに敵陣だけどよ。来い、しかない、しかない、しかない。いいね。クソが！おかげで助かったわ。何か理由があるのか？実戦ではまるで役に立たないわね。私のことも素敵に書いてよ。とにかく事態は急を要する。綱手のばあちゃんとかかし先生も協力をしてくれ。こっちは任せろ。しかし問題は大名連中か。今すぐ会ったとしても手続きやなんやかんやで数日はかかるはずだ。ほんと、俺がほかげをやってた時もそうだけど、頼もしいよね、お前は。やっぱり、カトン、豪華級の術！弱点を見抜いてもっと戦おうぜ。生きてるって実感を。
ほらほらかかってこいよ。もっと俺を楽しませてくれよ。これで俺の勝ちだ。危なかったけど、二人ともサンキューな。来てくれて助かったってばさ。過去、なぜじゃ、わしの言うことを聞かんとは。まあ、じいさんには悪いけど、このまま俺たちと一緒にいてもらうからな。みんなが心配だったからさ。とにかく一旦あの洞窟に。まさか、現実に。大野木様、ごきげんよう。キララか。おとなしく。さあ、新市街でクー様がお待ちよ。おい、大野木のじいさん、俺たちを捕まえてどうするつもりだってばさ。あの作られとかいう奴らをどうにかしねえと。ほら、もう町が見えた。悪いようにはせん。これは、これは一体どういうことじゃぜ、キララ。それはクー様から直接お聞きください。お帰りなさいませ、我がマスター。アクタの生産は当初の予定通り円滑に進んでいます。クー、お主、何を考えているんじゃぜ。現在岩隠れは我々の制圧下に置かれています。どうして里を支配する必要などある。すでに対策は講じております。何、生きた人間の心臓をあいつらに移植するってこと。あとはマスターのご決断を仰ぐのみ。マスターでも同じご決断をなさる。何を抜かしおる。我々の計画は、計画を続けていくために我々の力が必要であるはず。これ以上お主に指揮を取らせるわけにはいかん。理想の世界を作り上げるために代わりに働く存在なのだと。それではマスターは。ジェイソン。マスターのご意志こそが我々の意志だったはず。好きにしろ。ふざけんな。お主らは知りすぎた。人間を守るために大野木のじいさんに作られたんだろう。お前たちにだって意志が、心があるはずだ。心。しかない。やられっぱなしってのも尺だもんね。多数決なら仕方ないか。やめろ。このまま封印させてもらうよ。あら、お散歩かしら。そのメガネも私の方がずっと似合うに決まってるわ。うるさい。考えたつもりか。お主の術は影の中では使えないようだな。前の戦いでわずかに感じたお主ら人間の強さ。このままじゃどうあがいても筋が悪い。鹿台、それって
すぐに移植の準備を始めろってさ。それはよかった。大げさだよ。人間は嬉しい時も心臓がドキドキするんだろ。どんなに厄介な状況だろうと助けるのが仲間だって。俺たちじゃてめえのスピードにはついていけねえ。敵の懐に入り込めば桂馬も金になるってことだ。ちょっと今度は決めろよ。待った。拙者にお主らの強さを見せてみろ。これは地下にこんな施設を。でも超獣戯がもうあいつには通用しないよ。それにあいつには効かないかも。どの道もう策はねえ。僕の体は無防備になっちゃうけどね。もう一度使わせるわけにはいかん。何、話せ邪魔だ、撃せろ。お主ら人間は我々に守られるべき弱き存在のはず。別の強さ。心の強さだ。そもそも拙者には心など。新天身は心を乗っ取る術だ。お前なんか足手まといに決まってるじゃないか。イノジン。人間じゃないくせに僕たちを仲間だとでも思ってたのかな。本当バカなやつだよ。本当に。たくさん遊んであげるわ。